では青に X 続きやっていきます。前回はですね、どこまでやったっけな、村をクリアしたんですよ、村を。で、今回から山に行って山でたけしを助けるっていうことなんですよ、確か。で、まだ最初の辺ですよね。覚えてる限りではここでは簡単なはずです。で、今回はですね、もうパスワードなんですけど、まあ、謎解きはもうするのがめんどくさいので、パスワードだけメモっときました。もう頭使うのが嫌なんで、もう青人から逃げるだけで頭使うので、まあいいかなと思います。まあ、5倍速の時はまあ普通に謎解いてもいいかなと思います。もうなんもないよね。これなんもないの？なんもないのか？早速。探索は嫌だな。めんどくさいな。どこだ？ま、壊れてない。あれはまだ届かないでしょ？で、こっちは、なんか、いるのか。こっちは、まずこっちだな。来るか？あ、来ないね。カッターナイフ。これは、ない。作業員の日記。はちぐむす、働く。もうこの人死んでんだろうな。もうないか。じゃあ、このカッターナイフで、ここがね、ここ、アイテムでカッターナイフ使います。はい。レンガ。レンガで、ここを、レンガで、壊す！やったー。で、わー、確かここ青に出てくるんだよね。さあ、来るか？来た！ちょっと、よいしょよいしょ、いいよいいよ。で、左が右行って、こう、色の中が入れば、まあ、逃げ切れるでしょう。よし。OK。で、さっきのとこに戻れば、なんかあるでしょう。アイテムか、なんかが。ほら。で、これは木材。鍵かかってる。で、ここら辺、ん？大きな鳥が襲いかかって鍵が盗まれた。大きな夜の青い巣を作って偽っちゃったよ。しかし見たことねえ鳥だな。青鬼に感染してんじゃない？ここに使って、レバー代わりに、切り替えて、で、こっち行って、取ったらアイテム来るんだっけ？取る前に来るんだっけ？で、ここでセーブしよう。で、ここか。なんか、とても古い作りですね。今にも崩れ落ちそうです。なるほど。あ、もう早速じゃん。揺れた？いつ崩れるかわかりません。気をつけましょう。はい。で、これ確かここで一等星が、溺れるんですよね。ヒロシ危ない。キャー。自力で上がるのは無理。待てよ、ロープがあれば、どうのこうの。これは、確か、メモ。あった、これか。1105。なんか、班長の、なんか誕生日かなんかですよね。誕生日っていうか、なんか記念日みたいな。で、何が入っている？三角の石。で、思い出そう。思い出しながら進もう。で、違う。ここは、これだ。これ、覚えとこう。
これは石持った状態だと落ちるんですよ。石持ってるのに落ちないっていうね。で、これを持ってからだ。こわ。来た。あ、合ってるよね。で、右、左、下。OK だ。セーブしよう。セーブしすぎだよ。編集するときもセーブのとこカットするのが非常にめんどいですよね。で、セーブするなっていう話なんですけど、ここはまだいけないでしょ。ロープが向こうあるけど。こっからど、あ、覚えたじゃん。この石板を、ここだね。アイテムで、はめる。で、こっちにもアイテムで三角のやつをはめると。で、何かが動く音をしたので、これは、手に何かに握っている。失礼。なんかそろそろ出てきそうで怖いなぁ。したか。お、ここだね。もうすぐ母の最愛の息子は10歳の誕生日、壮大にお祝いしなくちゃねー。そうですか。え、ここは？なんもない。ロッカーを開けた。何か使える。はしご。あ、で、あ、このはしごを、ここだ。はい、使う。あー、びっくりした。上からも出てきたから、過去が出てきたから、で、このラウンドアップだったか。で、このロープで、あー、よかった、来なかった。アイテムでロープ使います。はい。さあ、ちとせ、このロープを掴んでください。わかった、わ。さあ、ちとせも助けられたっていうことで、で、セーブしましょう。では、この先、こっちか。なんで出てくんだよ。よし。で、ここだね。この扉重すぎて一人では開けられそうにありませんね。でも二人で一緒に押したら開くかもしれないわ。そうですね。一人で協力して押してみましょう。せーの。どんだけ力あるんだよ。行きましょう。いいよ、別にいいよ、そんなから。でも、よし。で、ここは？なんか埋まってる。ダイナマイト。なんでダイナマイトがこんなとこにあるんだよ。ほら、なんかあったよ。マッチ。え？引きずり、本だな。おー、なんか見つけたよ。これを読んだ君へ。早くここから逃げなさい。北の洞窟は絶対に近づくな。再起が始まる。すべてが終わる。その前に早く、この村から逃げる。この村全体食らってる。あんな化け物か神様なんかはずがないよ。早く、逃げろ。お！ナイフを手に入れました。で、このダイナマイトのマッチを手に入れたので、この、なんだろう、一番左で、左に、一番左に行って、で、ここだよね。あ、そう、ここで、マッチで、使うと。え？ノーリアクションノーリアクションかよ。なんで来んだよ。あ、今のちょ、バカ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 。お、今のすごくない？よし、今のはすごい、よく逃げ切れたね。で、これをこっちに持っていくんですよ。で、あの場所に岩を置いたらどうかしら。ピンポイントで、よう、そこ、
に置け、置いてよう。わかったね。あ、全然言葉が出なかった。で、ここでセーブしましょう。ああ、また鬼ごっこか。さっき逃げ切ったじゃん。よいしょ。早くね。これ、これ逃げ切れる？思い切って上に。無理だったな。これ積んだ。積んだんじゃない？これ無理でしょ。シャッター押しながら。ほら、逃げ切れないもん。ほら、あいつが早すぎるんだよ。どうやって逃げよう。ほら、無理じゃね？あ、来たんじゃ、わかった。わかりましたよ、皆さん。これ、今俺どうやってやった？あー、おく、あ、しようじゃない。あ、違うよ。あ、なんか格闘した。ありがとうございます。あ、シャッターのやつが2じゃないか。ダメじゃん。あ、なんか、よし、なんか積んだと思った。あー、よかったー。マッチ疲れた。ヒロシー。たけしー。早く助けてくれよ。出ないと、やつが、カタカタカタ。めっちゃ震えてんじゃん。あー、こっからボス、これやった後がボス戦か、どうやって逃げよう。まあ、時間は、まあ、ここまで3倍速じゃないんで。で、これは右、確か右だよね。あ、行って、まあ、ここはゆっくり、やれば、落ち着いてやれば、ほら、約10秒で生きてるから。くっ、生がふどけない。そうだ、ナイフ。よし、これナイフなかったら、あれだったんだよね。無理だったんかな。どうやって逃げよう。今度ここ、難解だぞ。早くね。早いって。どこ。オッケー。まだここ余裕。さあ。ドブね。今の死んだと思った。あ、一発。なんとか逃げ切れたわね。そのようですね。もうダメかと思った。危ない目にあったけど、たけしが無事でよかった。たけし、怪我はありませんでしたか？怪我はないけど、寒さで体が、たけしは一度村に戻って休んでくれ、休んでいた方がいいですね。そうね。では、たけし、先に村に戻ってください。何かあるんじゃないのかよ。私たちはまだやらなきゃいけないことがあるな。そんな、俺一人って、でも、もし、悪者に襲われたら、めっちゃ震えてんじゃん。大丈夫です。たけしなら。よし。わかったよ。気をつけろよ。二人とも。ああ、たけしを救うことができました。私たちもそろそろ行きましょう。了解です。最後までご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録よろしくお願いします。他の動画も見てくれれば嬉しいぜ。